クアルミスを修正していきますね。まずハーフガードから、4の字を組んでね、まあ、潜っていく流れを作っていきます。で、4の字はね、股下に潜りやすい、ここにシールドない分潜りやすいんですけども、まあ、潜っていきますね。で、まあ、首などもすぐ取られやすいです。で、ただし、ここのタイミングで、脇が開くんですよ。すごい刺したい誘惑に駆られる脇が開くんですけども、あ、すくえました、首取りに行きました、ここで脇が開く。脇を刺しちゃったら、これすごく刺したいんですよ。刺したいんですけども、ここで刺しちゃったら、4の字うまく外れて押し出せないのと、相手がね、このまま、腰を切ってくるんですよね。こっちに。こうなってくると、この手が抜けなくて、そのまま下敷きになっちゃってね、ここでもうパスされてしまうので、これよくあるんです。この時やんなきゃいけないのは、ちょっと似てるんで、ニュアンスとしては難しいんですけども、脇を刺しに行くんじゃなくて、イメージとしては、ここですね。腰よりもさらに下の逆の足の外側に巻きついていく。この手を巻きつかして。これはディープハーフに入っていくっていうのが、ここからの流れの、まあ、正しい、まあおすすめの方ですね。またをね、作っていきます。20じゃないから相手首をね、巻きやすいですね。脇とか相手、ここのタイミングで脇開くんで、刺したいんですけど、ここをこらえて、ここですね。逆の足に出していきます。すると、これで自分が仰向けになっていって入ってもいいし、まあ、息が反応して、ね、腰を切ってきても、じゃあ腰切ってもらっていいですか。この手がすぐ抜けてね、このような感じで、まあ、いわゆるディープハーフのやってるんですね。逆の足に入ることができる。入ることができたら、まあ、可能であれば、いろんな形がありますね。できれば、まあ、押し出してね、テイクバックを狙ってもいいですし、相手が反応しちゃって、もうね、逆サイドで回ってきちゃったらば、ちょっと待ってもらっていいですか。まだよ。こうですね。まあ、そしたら、ディープハーフのね、攻防から、まあ、リバースハーフの攻防にね、変わっていきますね。ここから入っていくときは、潜って手を握れますね。で、逆のお尻を抱えて、仰向けになりつつ、足をね、こうですね。お尻を持ち上げて、相手をね、こちらサイドに送り出していきますね。はい。止められる。逆のお尻、仰向け。自分の足を上げて、で、ここで帯をキャッチ。こちらはファンス使いましょうか。で、そのままできれば、押し出して、テイクバックですね。相手がね、逆に移動してから、このタイミングでこれ抜ければいいですね。こっちでもいいですし、まあ、リバーサーハーフの展開になっちゃったら、組み直して、まあ、水分を狙ってください。新柔術日記を最後まで見てくれてどうもありがとう。参考になったよって人は、いいねボタンを押してね。質問やリクエストは気軽にコメントしてね。チャンネル登録もよろしく頼むよ。